はい、回りました。大丈夫やと。ガスって言った平常運転です。サブちゃん、今日も撮りましょう。はい、はい、そうなんですけど、ちょっと今日は宮迫さん今いない状態なんですけど、うん、大丈夫か。そうですね、ちょっとね、緊急事態ということで。本当に緊急事態だよ。はい、サブチャンネルを急遽回しております。一番怖かった、はい、恐れていたことは起きてしまいました。お涼さんがね、この深刻さというのはめちゃめちゃへこんでるよな。ちょ、ここ数日、はい、もうあの正気じゃいられないです。正気じゃいられない。お涼さんが、いやもうで、その事態を、はい、まあ、宮迫さんに説明すべきなんですけど、まだできてなくて、はいはいはい、ちょっともう今日これは説明しようと。宮迫さん、寮の口からちゃんとね。そうですね。で、まあまあ、一応まあカメラを回して、リアクションを見て、はい、もし流せる内容になるんであれば、はい、流しましょう。はい。ただね、宮迫さんが一番嫌いなことだから。僕もそれ見てたからさ。それを見てたから、目の当たりしてたからさ、めちゃめちゃ怒られる可能性があるぞ。まあ決定的な違いはあるけどね。まあちょっとね、この後、はい、宮迫さんにお寮から説明をするので、はい、もうすぐで来るのか。そうですね、この後撮影前にこれ撮ってますので、はいはいはい、ちょっと宮迫さん待って、はい、報告しましょう。はい、ここまで寮がへこんでるの俺初めて見たわ。いや、僕もりょうさんと出会って、まあ、1年ぐらいですけど、こんなになんかもうぐったら、あ、来たか。おう、あ、立つ、立つしかない。あ、そこに、あ、俺ら抜ける。そうですね。あ、おはようございます。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 何撮ってんの。これは今、あの裏サコですを撮ってます。はい、サブちゃん回しております。え、どういうこと。俺なしで。まあ、あのよかったらお座りください。まあまあまあ、はい、まあ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 、お座りいただければ。なんやねん、もう嫌やねん、こういう導入で。ちょっと裏迫ですもやっていただいて、すいません。どういうこと。何、でもちょっとうまそう。はい、何何何、え、な、何なの。お座りいただいて。なんで、なんでお寮が、寮から話があるみたいな。はい、なんやねん、もう嫌や。なかなかこのパターンはないですからね。何何何、あの、まあ僕制作してるじゃないですか、音楽。え、もう怖い怖い怖い。お前、多少のことではもう人生いろいろありすぎて、多少のことでは動じたりびっくりしたりせえへんで俺。あの、実ははいはい、あの宮迫チャンネル音楽のすべてのデータが消えました。マジか。すいません。もうちょっと待って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 。ちょっとあの、何言われても今のはやるつもりやったから。え、ちょっと待って。さすがです。全部？あの、ラブイズオーバーから、ちょうどあの、配信予定だった、近々配信予定だった、テトテ。嘘やろ？はい、すべてなくなりました。この前、頑張ってレコーディングしていただいたあの、はい、うわぁ、ちょっと待って、これがほんまのリアクションや。いや、まあ、いや、そう、そう、そうなると最初のはもうやる気でやったから。いや、そうですね、何が来ても何が来てもやる気やったから、はい、マジか。え、ちょっと待って、もう一回あれ全部やり直しってこと。いや、ちょっと今ずっとアップルサポートとやり取りしてて、うんうん、どうにか復元できないかはちょっと本当に頑張ってるんですけど、ずっとで、最悪データ副業者にちょっと依頼するのもありかなとは、うん、可能性はあんねん。なくないですね。なくはない。はい、ずーっとアップルと電話してるんですよ、ずっと。多分アップルならちょっと有名になってる気がするんですよね。電話次またこいつだっていう。いや、でもあの、いや、レコーディング全部丸々って、もういや、それはちょっと、うん、いや、その体力はもうないぞ俺。マジか。まだ、まあ、可能性あるんで、その可能性はもう最後まで突き詰めて、ね、メインの部分もハモリの部分も全部飛んでるってこと。あ、もう、要は初期化のような状態になってるんで、パソコンが、バックアップのファイルが
壊れてるっていう最悪の事態なんですよ。バックアップは取ってたんですけど、そのファイル自体が壊れてたので。ああ、バックアップもなくなってるってこと？いや、ちょっと待って、ちょっと驚きやな。申し訳ないとしか言いようがないんですけど、これは。なんで今後の弊害としては、うん、そのカラオケ音源、歌うからカラオケ音源作ってやとかあったじゃないですか。あったあった。それが全部なくなったので。うわもう、ま、万が一じゃ今後外で、じゃあラブイズオーバーカラオケで歌いますってなった時に、多分ラブイズオーバーのオケを作り直しですとか。うわそれ無理やな。もうだからカラオケで何かで歌うってことはできないってことね。まああのこれから地道に作り直しますけど、まあ復元できんかったら、まあ最悪別に俺に弾いてもらえええから別に、ええっちゃええねんけどな。ああそう、気のせいかな。もう一回聞かせてもらっていい？みそこさん、あの、うん、僕音楽作ってるじゃないですか。おうおうおう。で、あのちょっと十数曲、みそこさん曲、うん、取りためてたんですけど、うんうんうん、そのデータはすべてなくなりました。うん、マジかお前。何これ。もうちょっとスムーズにいかれへんかなと思って。だって両方これでピョン。メガネが両方ずっとあの一発目ちょっとずれてたから。まあもうしゃあないもんな。それだってお寮のせいってわけじゃないから、機械のせいやから。誰かみたいにさ、このなんていうの、ロム SD カード、ね、SD カードをなくしたやったらさすがに怒るよ、うん、でもパソコンが壊れたっていうのはそれしゃあないからさ、そらな、物のもんだから、システム的なことやから、それあの人災ではないよね。まあでもそれを管理したいと俺はな。黙っとけぐれ。誰で今喋ってんねんぐれ。ああ、寮の席、お前はなくしとんねん。お前、俺が何時間も撮ってたやつをこれ。なんかごめんな。これがお前のちの決定的な違いか。そういうことや、ほんだら。あ、ほんとお前とはちゃうねん、ほんだら。結局、すみが一番怒れてる。なんかごめんな。まあまあ、でもそれはしゃあないわ。なんでちょっとデータ復旧に向けてもう全力尽くしますので、うん、少々お待ちください。いいよ、まあ、最悪もしゃあない、取り直そう。あ、これもしゃあない、最悪な。すいません、頑張るわ、そこ、まあ、できる限りやって、はい、だ、しゃべんなこらお前、こらなんかごめんな。今はいいこと言おうと思って。あ、そうか、間違う、まあ、その間ちょっと僕らも寮をね、フォローしてお仕事の負担とかちょっとバランス考えて、もちろん、ありがとう、あやとくん、いや、俺が言ってんだよ、なんかごめんな。こいつ、誰にこいつ言ってんの。お寮さん言え、これ。こいつ、音楽の才能しかねえから十分じゃん。いただきました。十分じゃん。はい、はい、ちょっとまあ頑張って復元しましょう。まあまあまあ、これはしゃあない、これはしゃあないので、はい、だからそういう報告やった。そうです、はい、はい、すいません、すいません、すいません、本当すいません、申し訳ないです。復旧頑張りますので。かめへん、はい、全然かめへん。出会ったかな、俺のあの驚きの、ってあ、面白かったんすか。あのくだり面白かったんすか。もうそこに集中してるじゃないですか。そこに集中してる。さんまさんみたいな考え方ですよね。出会った、あの、そんなことより俺の、どうやったそれ。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。